こんばんは。思い出の一文字を形にをコンセプトに活動しております一文字の長澤翼です。今年の展示についてお知らせをしたいと思います。今年の6月の27日からですね、6月の30日までの4日間、長野県松本市にあるクラシック館という会場で作品の展示をさせていただきます。とても和風な古風な素晴らしい会場ですね。松本城の近くの会場ですので、ぜひ観光ついでにお越しいただければと思います。で、今回はですね、長野県の作家さん金子健太郎さんという作家さんと一緒に作品を2人で展示します。今回はですね、展示のタイトルがオリンピック展人と文字が作り出す世界ということで展示をするんですが、オリンピックをお題としていまして、その中のエピソード一部エピソードですねっていうのを題材として2人の視点で作品を作り上げる、それぞれの表現方法で同じお題に取り組むというところが見どころとなっております。で、この金子さんなんですが、非常に素晴らしい作品を作っておりまして、僕は基本的に文字を中心にした白と黒の世界観で表現するのが得意なんですが、彼はですね、人と自然を中心にしたとてもカラフルで心温まる作品を作ってるんですね。はい、もうとても素敵でして、今回私から声かけさせていただいたんですけど、正直に言うと彼の作品を生で見たいというのがもう正直きっかけですね。はい、ということでお声かけさせていただいて、こういう貴重な機会をいただけましたので、ぜひお越しいただければと思います。見どころとしては、オリンピックの物語が知れるというところと、同じお題をそれぞれの作家の視点で表現しているところというところ、あとは観光のついでに来れるというところですね。あとは作家とのコミュニケーション、これもぜひ楽しんでいただければと思いますので、長野県でお待ちしております。では6月の27日から6月の30日の4日間、長野県松本市にあるクラシック館でお待ちしております。ではまた。